ルノー B1、ルノー B1、ルノー B1 とは、第二次世界大戦前に、フランスで開発された重戦車である。なお、シャール B1、シャール B1 とも呼称、表記されるが、シャールとはフランス語で、戦闘馬車、英語で言うところの、チャリオットのことで、シャール B1 ならば、B1 型戦車の意である。 B-10 戦車の原型は1920年代にフランス陸軍で戦車の研究をしていた JEATN 将軍の1921年計画にまで遡る。彼は第一次世界大戦においてフランス軍が使用したシュナイダー CA1 や三射モン突撃戦車のような不評支援用の銃砲を搭載したタイプの戦車を提案した。 それは 47mm 級、あるいは 75mm 級の戦車砲を車体に装備するもので、重量は15トン程度を予定していた。陸軍もこのタイプの戦車の採用を決定し、ルノー車をはじめとする5車に対し開発案が示された,た。1924年には早くもモックアップが完成しているが、15トンという計画重量内に収めることが不可能だと判明し、 新たに20トンクラスの戦車というように開発案が変更された。1926年1月には3種のモックアップの技術評価試験が行われた結果、新型戦車は FCM 社の技術協力のもと、ルノー社が主導で開発することになった。当時の技術のもとでは20トン級重戦車の開発は相当に難しかったらしく、 右翼曲折の末試作者が完成したのは1929年であり、1931年の終わりまでに試作者3両が完成した。試作者は次のような設計であった。試作者は長期間の試験を経た後1934年5月に、ようやく、シャール・ロード B1、B1 重戦車の位、e、B はフランス語のバタイユ。 イコール戦闘の頭文字からとして正式採用された。同年には生産が開始され、少数が生産された。試作者と生産型ではいくつかの差異が見られる。砲塔は新型の一名用鋳造砲塔、アプックス I を搭載していた。アプックスとはこの砲塔がペウト高渉アトリエデコンストデプトスアプックス製であることに由来する。この一名用砲塔は ソミュア S35 の砲塔とよく似ており、実際に S35 の試作型に搭載されたものと共通だが、S35 の量産車は、発展型のアプックス ICE が搭載されており、B1 の砲塔とは、砲塔リングの強始め細部が微妙に異なっている。武装も30口径 47mm 戦車砲、s a 3 4一門と、 同軸で 7.5mm 機関銃 M1931 を一丁装備し、攻撃力が向上した。走行装置も、油圧装置を組み込んだ機構を採用し、車体前面に固定されている 75mm 戦車砲、SA35 をより素早く、目標に試行することが可能となった。b 1ビスは前述の B1 戦車、1930年より、新たに B2 と呼ばれる。 新型重戦車の開発が始まったため、B 重戦車は B1 と呼ばれることとなった。ちなみに、b 2重戦車は後にキャンセルされているの改良型として1930年に開発が始まった。ビスとは第二のという意味であり、B1 ビスは日本語で言う B1 戦車2型や B1 戦車改めとおうような意味合いになる。ただし、日本でも言語の 1> b 1ビスでそのまま通用しており、B1 戦車2型等と表記される例は少ない。基本的に B1 重戦車と同じであったが、以下の点が異なる。b 1ビスは B1 型重戦車の主力生産型となり、フランス侵攻の頃で243両、フランス全軍で3132両だから、全体の7.76%が配備されていた。生産には、 ルノー社をはじめとする六社が関わった。フランス侵攻ではその走行防御力を活かし、いくつかの反撃戦闘ではドイツ軍を強行状態に陥らせている。ただし、口実のような指揮運用上の欠点と、フランス軍首脳部自体に戦車の集中、機構運用の考えがなかったこともあり、本社も各地にバラバラに分散配置され、括弧に撃破されていった。 B110 戦車は1940年のナチスドイツによる西方電撃戦で実戦に参加した。1940年5月のフランスの戦い開始時、フランス陸軍は3個機構師団、DCR イコールディビジョンクイラセでリザーブを持ち、さらにもう1個師団が編成されるところだった。各師団には2個の重戦車大体、BCC イコールバタヤンでチャースでコンバット、 直訳すれば、戦闘戦車大隊があり、それぞれに35両の B1、B1 ビスが配備されていた。ただし、開戦直後に編成された第4機構士団下の第46、47大隊は25両ずつだった。このほか、5個の独立戦車中隊にも若干の B1、B1 ビスが配備された。ドイツの侵攻開始直後から、これら部隊は防衛戦に借り出されたが、 ドイツ軍の進行速度はあまりに速く、フランス軍の指揮系統は混乱しており、しばしば補給も満足に行われない状態であった。第一機構師団はベルギーに進出しようとする途中で、ドイツ軍部隊に遭遇、5月14、15日にフラビオン近郊で戦闘に入ったが、満足に補給が行えていなかったために、戦車は次々に停止し、狙い撃たれ。 個別撃破される事態となった。16日時点で、同志団の第28重戦車大隊は、稼働戦車台数が7両にまで減少していた。実戦において明らかとなった欠点として、装甲板の接合に、以前リベットを用いていたこと、及び車体左側の垂直面にラジエーターグリルを設けている、などの防御上の弱点があった。また、砲塔の武装は、社長が、 車体の武装は操縦手が担当したが、一名用砲塔に配置された社長は砲塔に装備された 47mm 砲の操作、装填、照準、発射と他の上員式に追われることになり、さらに砲塔には社長用展望塔、キューポラがあるものの、視察孔の数が限られており、天面にハッチがないために、社長は十分な視界を得ることができず、状況を把握するには、 砲塔後面のハッチを開けて大きく身を乗り出して周囲を確認する必要があった。もっとも同時期の戦車で戦車長を他の任務から独立させ十分な視察能力を与えて式に専念させていたのはドイツ軍くらいであったが無線機は装備されていたもの搭載されていたのはモールス符号を送受信できるのみの ER53 エミターリセプター53イコール53型 送受信機であり、これは戦闘中に、相互の意思の疎通を行うことは、ほぼ不可能なもので、音声通話の可能な ER51 型への変更が進められていたが、この無線機は、エンジンの発生させるノイズによる雑音がひどく、実際には無線による通信は、ほぼ不可能であった。中隊庁舎及び大隊庁舎には、広域通信用の ER55 が増設されて、いたが、 これもノイズがひどく入るために実際はほとんど使うことができず、他部隊との連絡が満足に行えないため、部隊としての連携行動は事実上不可能となっており、招待内の車両間の連絡は、社長が手渡信号で行っていた。この点も、同時代の戦車で個々の戦車同士の無線による連絡を完備していたのは、ドイツ軍くらいではあった。このため、 他の戦車との意思疎通を図り連携して戦闘するという近代気候戦闘などはとても行える状態ではなかった。とはいえ、その重装甲は当時ドイツ軍の主力対戦車砲であった3.7センチメートルパック36では撃ち抜くことができず有効な攻撃を行えるのはほとんど88ミリメートル高車砲だけという状態であった。 繰り返し被弾しているにもかかわらず再び戦闘を継続する B1BIS の例が報告されており、その存在はドイツ軍にとって大きな脅威であった。特にド・ゴール指揮下の新編第4師団第47大隊に所属した425号車、ジャンヌ・ダルクは1940年5月28日、アベビル共闘補の戦いに参加。 二時間の戦闘で90発も被弾したにも、かかわらず、最後の、おそらく 88mm の被弾による炎上まで、戦闘行動を止めなかったという。対フランス戦の勝利の結果、ドイツは、多数のフランス製車両を入手した。この中には、B1 ビスも相当量が含まれており、ドイツ軍には、外国兵機機材番号740、 B-2 戦車の名称で登録された。しかし、ドイツ軍戦車と設計、運用思想が違いすぎる本車は、戦車型のままではあまり使われなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。